はい、おはようございます。ジョーチューブです。今日は、ユナイテッドの活動についての動画、を上げていきたいと思います。まあ、どういう活動というかね、まあ、プレーとかそういう映像的な部分ではなくて、3ヶ月、ちょうど経ったので、まあ、どんな感じになったかなということで、報告をさせていただきたいと思います。あ、でその前にですね、まず4年生、がもう定員に達したので、もうこれ以上チームの、メンバー増やさないということで、まあ、これは SNS の方にもアップさせていただきました。で、追加で3年生のセレクションを7月に行う予定です。今現在5名で活動してるんですけど、まあ、人数も増えてきたのでね、3年生もここで、まあ、僕が考えてるのは1名か2名ぐらいの募集をかけてですね、まあ、そのもちろん実力が、こう伴ってる子が来ればの話なんですけど、入れて、まあ、分けても活動できればいいなというところで、募集をいたします。まあ、ちょっと環境を変えてやりたいなとか、まあ、そういう専門的な知識で学びたいとか、そういう高い意識の子がいればぜひよろしくお願いいたします。セレクションは日程が決まりました。また SNS の方でアップさせていただきますのでよろしくお願いいたします。でですね、まあ、チーム活動2月からもう3ヶ月を経っての感想というかね、まあ、4周年代、小学生年代を僕がチームとして見るのは初めてだったので、こういろいろ試行錯誤をしながら、やってきました。で、まあ、チームとしてはですね、まあ、ボールを大事にしながらサッカーさせてあげたい、まあ、ボールと触れる機会がこう多くなるようなサッカースタイルを取り込むというところで、まあ、ポゼッションを主体にですね、2月からは、まあ、ビルドアップというのは、自分の陣地からボールをこう相手のコートにこううまく運んでいくというか、そういうことをこう常に意識させてトレーニングさせてきました。で、まあ、スペースの使い方だったりとか、まあ、ポジショニングとか体の向きだったりとかっていうことを3ヶ月間通してやってきたんですけど、一番最初のゲームと今のゲームだともう何ですか、差がもうこう全然あって、差があってっていうのはこう同じことをまあ3ヶ月間やってきたんで、すごくこうやってきたことが浸透したなっていうのはあってて、で僕が思っているよりかも全然子どもたちは吸収が早かったなっていうのは正直な感想ではあります。一番最初の試合とかはもうポジション8人制一番最初やったんですけど、結構広いピッチでもうこうボールに選手全員がこう殺到して、まあ、蹴ったところに目と体の向きが向いて走っていくとか、もう完全に何て言うんですかね、もう団子サッカーだし、もう自分だけのサッカーっていう感じだったんですけども、最近はね少し狭いピッチで7人制やったりとかしてるんですけど、まあ、しっかりとこうポジションを取りながら、相手を観察して、いい体の向きでいい状況で、前進をしていくっていうところはすごくこういい習慣がついてきたなというところで。先週末もですね、ゲームがあって、まあ、そういうこと、まあ、やってきたことですね、こうちょっと振り返りながらゲーム見てたんですけど、だいぶこう最初はね意識しなきゃできなかったこととか結構無意識にできるようになったりとか、特にそれが体の向きとかコントロールの足とかにすごく顕著に出てきて、まあ、これはすごくいい傾向だなというところはあります。だから何ですか、継続してそういうことを取り組む大切さっていうのをこう改めて、学んでます、この年になってね。で、ただまだチーム自体は完成じゃないので、これからまたやっていかなきゃいけないことっていうのはたくさんあって、で今のうちのチームでは3ヶ月かけてこ うちはどんなサッカーがしたいよってい こう大枠の部分をこう選手たちには伝えて、あ、まあこんな感じのイメージでサッカーしたいんだなっていうのは大体こうつかめてきたと思うんですよ。まあそれは選手もそうですし保護者の方もそうだと思うんですけど、でやっぱりここからこうなんていうんですかね、まあ、個人としてこう今度はね実行していくためのスキル、だからパスとか、まあ、ボールを蹴る技術だったりとかね、ドリブルの運び方だったりタッチの仕方とか、まあ、守備だったら、相手からボールを奪うための体の入れ方とかついていくためのステップワークとか、そういう部分を、これからはちょっと鍛えていこうかなというところです。まあそれを何ヶ月かな、今1ヶ月半ぐらいかな、3ヶ月はちょっとそんな同じテーマではずっとできないと思うんですけど、1ヶ月から1ヶ月半ぐらいはそういう細かい部分の方をフォーカスしてトレーニングできればいいなとは思っております。でそういう積み上げがあったらもっとこうゲームが良くなるかなというふうには、考えてて、もう今から結構ワクワクしてるんですよ。どうやって鍛えていこうかな、どういうトレーニングしようかなとか、まあ、ちょっと守備がねめちゃくちゃなんで守備のトレーニングもできればいいなというふうには
思っております。はい、もう完全に、内輪話になっちゃうんでね、そっか、じゃあちょっと映像の方だけ、動画の最後に入れておきますので、ぜひうちのサッカー、とかね、チーム活動の方興味がある方は、見ていただいて参考にしていただければなというふうに、思います。はい、でゲームクラスですね、6月5日は磯子ファイターズさんが来てくれます。で6月の19日のゲームクラスはクラブテアトロさんの強化クラスが、遊びに来てくれて、どちらもね、フルピッチ、まあ、8人制か9人制で当日はちょっとやらせてもらおうと思ってるんですけど、高学年のスクール生がこう中心になってるんで、うちだったら戸塚の子も来るし、あとザマのアドバンスとかの子も来るんで、まあトレーニングのこうなんていうんですかね、テーマとしては、まあ、うちのサッカーが主体になってきて、そこでこのポジションで必要なこととか教えてるんで、多分そんなに合わないことはないと思うんですごく楽しみなんですけど、そうで、この前5月29日に低学年3、4年生のゲームクラスとなって、うちの選手も何人か出てて、あとは新しく遊びに来てくれた人たちも一緒に混ざりながらサッカーしたんですけど、結構それも面白かったです。やっぱうちの子たちはうちの子たちでやってることが、一緒にこうゲーム出したりするとかなりこうゲームが出来上がるというか、そういうところの、まあ、こう成果の出来具合とかも見れたし、であとはまあ、他のチームでやってる子たちがね、こういろんな特徴を持ってこのゲームに遊びに来てくれるんですけど、まあ、そういう子たちがこう入った時にどうなるのかなとか、そういうのもちょっと見れてすごく楽しかったですね。はい、6月は土日がもうほとんどゲームになってるので、熱中症とかね、管理に気をつけて、あとそう皆さんも気をつけてください。めちゃめちゃ暑くなってから熱中症になるんじゃないんで、どちらかというとこう体感温度でこう気づかない時に、6月とか5月のこう温度がぐって上がってくる最中の時に、あれなんか暑いなみたいな感じで熱中症になる、もう特に子供なんかは結構自覚症状がないっていうか、自分の体調に変化があってもこう気づきにくいんで、うちなんかはもう休憩時間はまあ一応設けてるんですけど、もう勝手に飲んでいいよ方式にしてます。で塩分とかもねしっかり取り込まないと本当に体がガタきちゃうんで、しっかりと熱中症対策をしながら、サッカーの方も全力で頑張っていただければなと思います。はい、まあ、一応今日はこんな感じで、最後はうちの動画少しだけ見ていただいて、終わりにしたいと思います。セレクションはぜひ3年生一緒にこう高いレベルというか向上していきたいなと思う子はぜひ、セレクションの方を受けに、来てください。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。